はい、皆さんこんにちは。大正会社の矢作です。英語 の、 動画が少ないんですよ。サクランボ、ラフランスに比べると。ああ、なるほど。なんか私がリンゴに対して熱意がないようなその言いぶりは。毎日でリンゴ食べてるんですよね。毎日食ってますよ。毎日食べてますよね。だって食ってますよ、ランチ。それを伝えてもいいような気がするんですけど、ねえ。いや、体重10キロ落としたからね。それは何ヶ月で1年、2年ぐらいかかったかな。でも1年で10キロバーンと落ちたよ。そこからもうずっとこう、維持、リンゴで、そこから落ちないのよ、なかなか。まあ、ゆっくりなんですね、リンゴダイエット。そうヨーグルト入れてとかね、毎日昼はリンゴ1個か2個だね。まあ大きさによるけど、そんな話は今日どうでもいいんだって。あれ、いや、訳ありリンゴじゃないですか。はい。家庭用リンゴと何が違うんですか？家庭用リンゴは基本的には小さいっていう分類ですね、大正果樹園の場合はね。で、訳ありリンゴは傷があったり、ちょっと色が、着色がちょっと甘かったりとか、あとは軸がなかったりとか、そういうもんです。例えばこれ今言ったけど軸がないよね。軸ほら、軸が取れちゃってる。下じゃないですか、これ。ん？下の方じゃなくて。下の方じゃなくて、これ軸。軸がないでしょ。裏の方どうだったんですか？裏の方でしょ。おお、これ裏、はい。うん。あ、これが軸です。どっちも、まあもうどっちもというか軸がない、まず、はい。こういうものは訳ありになります。はい、あとは、まあ簡単な傷。傷ね、はい。こういうのも訳ありになりますし、軸割れとか、つる割れって言いますね、これ。軸のとこ割れてるでしょ。わかる？なんか入ってますね。うん、これがなるともう規格外品になりますから、訳ありの方に回されるです。これね、村上さん右かな、これ。これがね、これも本当にこう細い軸割れ、細いっていうか本当にこう見ないと分かんないけど、よく見ないとね。こういうなんか一見悪くなさそうだけど、まあ訳あり。あとこれはちょっと色まあね、少し悪い。あと形もなんか通常よ、ね、ちょっといびつだし、あと軸も割れてるね、これも。お、うん。とこれもう一つ最後は、あ、これだ、こことか、あとはこの軸の周りがこうなんていうのかな、点点点点点点ついてる感じ、はい、これも規格外品にあって訳ありリンゴになります。ね、別にこ今の最後のリンゴ食べられるんですか？普通に食べられますよ。ちょっともう一回どういうリンゴか確認して。こういう こんな傷あって、傷もね、生傷とか押し傷って言って、ちょっと広がりそうなものは弾いてますけど、乾いてるものはあんまり広がらないようなものを、あの訳ありリンゴっていうことでお届けしてますけど、言っとくけどお昼食べてるのこういうやつだからね、私食べてるのは。ああ、そうなんですね。自分ばっかりなんかいいやつ食べてる思ってるでしょ。いや、なんか、え、なんかいいのも食べてるのかなって。食べてませんよ。痩せるリンゴとか実は作ってるでしょ。痩せ あったら食いたいわ。 あったら食いたい。こういうのを食べてます、私も一緒にね。じゃあちょっと食ってみか。多分届くときそういう傷って本当に大丈夫だなって。うん、まあね。じゃあさっきの傷のとこ、これでしょ、これ。あ、そうですね。ここ取っちゃえばいいじゃん、こっち。あ、バサッと切っちゃうんですね。うん、別にそんなにあの気にすることなく、あともうそのまま洗ってればそのままこれね、これ歯ごとは、はい、おいしい。あ、だけどそんなになんか中が腐ってますとかそういうことはないんですか？ないない、ほら今切ったリンゴだよ、これ、はい、うん、普通に食べられます、はい、うん。まあこれ後からごちそうになりますけど、だから別にちょっと切ら一部ね、一部切らなきゃいけないとこあるけど、食べるには全然問題ないし、特に私みたいに毎日リンゴ食べるっていう人結構いると思うんですね。健康のためにも食べたいっていう人がいると思うんで、そういう方にはぜひ。お値段も安いし、その代わり大きさバラバラ、傷あったり色ムラがあったり軸がなかったりするリンゴですからね。
そういうリンゴでよければぜひお正月の分けありリンゴご注文お待ちしてます。本日もお正月の YouTube チャンネルご覧いただきありがとうございます。まもなくチャンネル登録者1000名ぜひぜひお声掛けいただいてチャンネル登録者数増やしてください。よろしくお願いします。